斉藤秀夫は日本のチェロ奏者、指揮者、音楽教育者として活動した音楽家である東京都出身。英語学者として有名な斉藤秀三郎の次男として東京市京橋区築地明市町に生まれ1906年から麹町区五番町に育つ。音楽に興味を示したのは12歳の頃からで最初に演奏したのはマンドリンだった。あとに、 オルケストル・エトワールというマンドリンオーケストラを組織し、フランス民謡、歌え横取り屋よ歌えの主題による八つの変奏曲、などの曲を残している。16歳からは、区内省にいた、チェロ通りの職員から、チェロの手ほどきを受け始める。その後、行政中学校を経て、上智大学に入学したが、音楽に専念するため退学。1922年には当時作曲家、 指揮者として有名だった、このエヒデマロに随伴して、ドイツに留学。ライプツィヒ音楽学校に入学して、チェロの名教師、ユリウス・クレンゲルに学ぶ。1927年に帰国し、NHK 交響楽団の前身である、新交響楽団に、首席チェロ奏者として入団。翌1928年の第30回定期では指揮者としてデビューする。同年には、 チェリストとしてもデビューを果たし、1929年に初のリサイタルを開催して成功を収める。1930年、ベルリンに留学し、ベルリン高等音楽院でエマーヌエル・フォイアーマンに指示する。ホッホシューレを終了後帰国し、再び新京の首席チェリストとして活動を続けるが、チェリストとして出演した演奏会で失敗したのがきっかけとなり、 ソリストとしてはあまり活動しなくなる。教育家として評価が高い反面、演奏家としては、あれは、ワルツのお化けだった。ワルツ特有のリズムの癖を、極度に強調し、リズムで作り上げた結果、演奏からはあらゆるゆとりと喜びと要するに、ビーンのワルツにあるすべての感覚的精神的美質が、グロテスクなまでに歪曲されてしまっていたなどと評された。演算一行は、 昔斉藤さんがチェロを弾くのを聞いたある作曲家が、あれは西洋音楽の音ではなくて、日本の太鼓や鼓の音に近いと言ったのを覚えている。斉藤さんの分析の中にある音楽と彼の耳に鳴っている音のリアリティの間には、本当にめまいがするような深い断絶があったと述べている。1936年、新公共楽団の招きで来日したヨーゼフ。 ローゼンシュトックとの出会いは斉藤の将来を大きく変えた。斉藤はローゼンシュトックのありとあらゆるものを吸収しようと努力。ローゼンシュトックの音楽に対する情熱や指導方法は戦後斉藤メソッドを確立する際大いに参考になった。百三十八年四月十六日の新京特別演奏会のベルディのレクイエムで合唱式を務めたが練習中に 舞台から転落して大怪我をする。1939年には新公共楽団初の海外公演に帯同するが、1941年、新公共楽団が翌年の日本公共楽団への解組に向けた準備に、際し、斎藤がすでに日本ビクターと個人契約していることがネックとなり、同年秋のシーズン開幕を前に新京を退団。 指揮者として独立することとなる。斉藤は、小竹公共楽団や東京公共楽団などの主席指揮者を務め、1943年には、戦時中の困難な状況の中、井口元成とベートーベンの皇帝を、1944年には岩本成とベートーベンのロマンス第1番、第2番を録音する。終戦後、岩本や森忠らの室内楽活動に手を貸す。 傍たら、1948年には、井口元成、伊藤武夫、吉田秀和らと、子供のための音楽教室を開設。これが、後の東方学園の一連の音楽経営学科、開設につながっていく。斉藤は、同学園にて、弦楽部門を担当する。なお、大阪でも、総愛大学音楽学部で、オーケストラの指導を行う。1952年には、 東方女子高校音楽家主任、手九1961年から1972年まで東方学園大学教授を歴任。1955年には海外に長期滞在することとなった井口の留守を預かる形で東方学園短期大学学長に就任。1964年には東方学園弦学ガス相談を結成し、アメリカ公演を行い、成功を収める。 1967年には日本指揮者協会会長に就任。その後は新日本フィルハーモニー公共楽団顧問を務めた後、1973年文化功労者。がんのため1974年9月18日に東京都中央区の聖路加国際病院で死去した。没後、斎藤の教え子が主体となって、斎藤記念オーケストラや斎藤記念フェスティバル。 松本が創設され、2000年に死去した斉藤の妻、斉藤秀子の遺言により、財団法人、ソニー音楽芸術振興会によって2002年に、斉藤秀夫メモリアル基金賞が創設されるなど、斉藤日南賞やイベントが多く行われている。この本は1956年に、音楽の友社から出版され、芝叩く間に売れ、 レナード・バーンスタインから賞賛されるなど、斎藤の残した最も大きな仕事の一つである。弟子の伊吹慎一は、四季の運動をメソッド化して教える方法は、斎藤秀三郎の熟語本位英和中辞典と多くの近辞典を持っていること。また、この本に書かれたことは、斎藤の教えそのものではなく、一般向けに内容を平易化しているために誤った。 理解がなされていることを力説している。また、斎藤の没後、小沢誠治など斎藤のもとで指導を受けた文科生が編集委員となり、英訳版であるザ・斎藤コンダクティング・メソッドが音楽の友者より出版された。最初の妻はドイツ人。二度目の妻である秀子は男爵小畑尾等の息子大太郎の次女。秀子の姉春子は 大山岩尾の孫にあたる伯爵、渡辺明の妻。秀夫の妹の厚子は、渋沢栄一並びに、橋本実るりょうの孫の渋沢信夫と結婚した。また、秀夫の母方の祖母、前島久氏は、小沢誠二の母方の曾祖,祖父、大継一郎の実妹である。ありがとうございます。